それではそろそろ時間になりますので、本日の第4回の講座を始めさせていただきます。まだまだ暑い中、お越しいただき本当にありがとうございます。まず一点資料について、ご説明がございます。今お手元にお渡ししているのは、最初の2名の登壇者の資料になります。その後の、日田市さんの資料は後で配布いたしますので、入れ替わりの時に後で資料を配布いたしますのでよろしくお願いいたします。それから、本日いつもよりも小さい教室になっておりまして、今のところ座席がだいたい足りてはおりますが、後ろちょっと机のない席、椅子におかけいただくことになってしまっている方も出ております。申し訳ありませんが、少しお詰め合いいただきまして、できれば皆さん座りやすいように座れるようにしていただければと思います。それから、まず開始の前に、諸注意をお伝えさせていただきたいと思います。まず廊下側の1列この2席というのは、非映り込みエリアとなっておりまして、本日この会場にいらっしゃるということで、後ろ姿でも全く映り込みたくないという場合には廊下側の列にお座りいただければと思います。でそれ以外でも入り口にも張り紙がありますように、皆様のお姿が写真や動画に映るということはないように配慮しておりますが、特に前の方にお座りの方はもしかすると少し後頭部など映り込んでしまう可能性がゼロではありませんので、そのようなことも避けたいということがありましたら、一番の丘側にお座りいただければと思います。本日工事中でいつもの教室が使えないのですが、この建物は1階に多目的トイレがございます。多目的トイレのご利用をご希望される方は1階にございます。それから本日まだ暑いですが、自動販売機も1階のエレベーター前にありますのでご利用ください。撮影は先ほども申しましたが、基本的には許可されたもの以外は撮影禁止というふうにさせていただいております。で後ろに今動画撮影のビデオカメラと、それから静止画撮影のカメラが入っておりますが、これがこちらの会場運営側で撮影しているものとなります。最後に、本日も講座終了後に懇親タイムを設けることになっておりますが、本日は、学食もお休みなので、この教室で、少し残って、皆さん気軽にお話をいただく時間とさせていただきたいと思っておりますので、気楽にこの懇親タイムに、残っていただける方は、お残りいただければというふうに思います。それでは、本日は LGBT と企業ということで、職場の作り方、関わり方について、お話をいただきます。ここから司会進行の谷口先生にバトンタッチをさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。第4回目となりました、中央大学ランの、連続公開講座、ようこそお越しいただきました。この、連続公開講座、先ほどご説明いただいた中央大学の長島先生と一緒に、コーディネーターを務めさせていただいております、金沢大学の谷口と、申します。今日の第4回のテーマとして LGBT と企業、職場の作り方、関わり方というテーマでお話を進めていきたいというふうに思います。で今日の一つのテーマ、共通しているテーマというのは、アライという言葉について、このあり方であるとか、この位置づけというものについて皆さんと一緒にいろいろと考えながら議論を深めていきたいというふうに思っております。で本日は、前半、30分、まず、ゴールドマンサックス証券から、藤田先生、それから稲葉先生のお二人に、お話をいただきます。で、その後30分間、東先生から、お話をいただきます。アクセンチュア株式会社の東先生ですが、昨日ですね、めでたくこちら中央大学で、
経営学 の、 あの修士号を、無事取得をされました。で今日はその修士論文の、まあ、内容も含めて、話をいただけるということで、まあ、最新 の、 あの知見を、皆さんと共有できるのではないかなというふうにも思っております。それでは、早速ですが、藤田先生、稲葉先生にあのマイクをお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。皆さん、はじめまして。私、ゴールドマンサクス証券の、ゴールドマンサクス証券というのは、ランの方ですね、LGBT アライのための法律家ネットワークの共同代表理事を務めております、藤田と申します。職場はあのゴールドマンサクスというところにおりまして、なんでゴールドマンサクスの人がここで話をしているのかということについては、私の部下、隣の部下、稲葉が2015年、カミングアウトをして、それ以来こういった支援活動、寄り添い活動に取り組むようになったからということになります。私のプロフィールはそこに書いてある通りで、皆さんのお手元の資料にもございます。LGBT とアライのための法律家ネットワーク理事をさせていただいております稲葉博樹と申します。今アウティングじゃないんですけども、ご紹介に預かりましたけど、私自身 LGBT の当事者でゲイです。ただもう社会人生活は何十年になるんですけれども、カムアウト、職場でカムアウトしたのは3年前ですね、2015年の5月で、この上司の藤田の方にカムアウトしたと、そういうプロフィールになります。それ以来、いろいろ LGBT の活動にも力を入れて、何かコミュニティに、少しでも貢献したいなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日、30分私どもは、職場の作り方、関わり方ということなんですけども、2人ともあの法務部という企業では人事労務を含めた法律関係を扱っている部署におりますので、作り方、関わり方という側面で、法的なインフラが、企業の法的なインフラについてのいろんな気づきという側面から、お話をさせてあげたいと思っていまして、稲葉の方でまず基本的なこういったものに取り組み、こういったことを考えるにあたっての基本的な視点というものをお話申し上げて、私の方から企業が取り組むべき理由、それから安全な職場環境の構築にかかる法的な環境、それから適切なリスク管理のために、どんなことを企業が心がけるべきだと考えているかということについてお伝えしたいと思っております。では最初に稲葉から基本的な視点について。はい。それでは企業がこの問題について取り組むべき、基本的な視点というのをちょっと5分程度お話しさせていただきたいと思います。LGBT に関する職場の意識調査、これは労働組合の連合が行った調査なんですけれども、2016年に行った調査ですね。 LGBT に関するハラスメントを経験したことに、したことはありますかということで、こういう調査結果が出ています。で、いろんなカテゴリーに分けて、調査結果が出ているんですが、ここで、注目していただきたいのは、全体としては、2割ぐらいの人が見聞きしたことがありますと。で、管理職になると少し高まって3割強ですね。ただ、当事者が身近にいると、いっぱいアライの方々とか、そういうのに意識の高い方々からすると、もう6割弱見聞きしたことがありますと、そういう結果になっています。同じように、ハラスメントではないんですけれども、差別的な取り扱いですね、それを経験したことがあるかどうかについても似たような結果になってまして、全体としては1割ぐらい見聞きしたことがあるということなんですが、管理職になるともう少し高まって、身近に、LGBT の方がいるという方にとっては、4割弱ぐらいが、もうかなり高い割合でですね、こういうのを見聞きしたことがあるという結果になっています。で、最近ではこの杉田議員が、いろいろ多分ですね、無理解から LGBT の方に対するいろんなことをおっしゃっているんですけれども、なぜこういうことが起こるのかと言いますと、そのまずは男女二元論とかいうのがありまして、男性はこうじゃなきゃいけないとか、女性はこうじゃなきゃいけないとか、それと LGBT に対する無理解、無知が加わってですね、偏見とか差別につながっている。
特に職場ではですね、私も当事者で何十年も職場では隠してきたのでいろいろ経験してますけど、例えばそのハラスメントをしてしまった人の方には意識がほとんどハラスメントをしているという意識がないんですね。例えば私の、知り合いで、新しい会社に入った時にその女性の同僚が言ってきて、あの人はゲイだからあなた気をつけなさいよと、あなた気をつけなさい、多分その人に襲われるんじゃないかとか、そういう、ことをインプライしてるんだと思いますけども、そういうのを 言ってきたっていうのは、なんていうか、そんな大したふうに思ってないというか、話のネタとかですね、そういうぐらいにしか思ってないんですけども、たまたまそれを言われた本人が LGBT、ゲイだったということなんですけれども、ゲイの当事者にとってはすごく心に傷が残って、それってもう10年以上前の話なんですけども、鮮明に覚えているというようなことになっていまして、そういうことで、企業にとってはその LGBT のハラスメントっていうのは、その当事者でない人、そういう意識が低い人にとってはもう何気ない一言とか話の潤滑、職場の潤滑油として言ってるようなことでもハラスメントになってしまって、当事者にとっては非常に心の傷になる、あるいはそういう職場では自分のことを、カムアウトして、仕事をすることはできない、そういうふうに、なってしまうということになると思います。それで、それに対して企業はどういうふうにですね、対処していけばいいのか、あるいはその対処しなければならないのかという法的なフレームワーク、あるいは対処をうまくできなかったらどういうふうになってしまうのか、訴訟になってこういう結果になります、そういうことをちょっと藤田先生の方にお話ししていただきたいと思います。それではまず経団連が去年の5月にダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けてという報告書を出して、その中で企業が取り組むべき理由を挙げています。でまず法的リスク回避とか人権保護という形で、やや受け身的なものが書いてあるんですけど、より注目すべきこととして5つ挙げているんですが、まず、幅広いプールからの人材獲得と退職の抑制、働きやすい社内環境の整備による生産性の向上、すなわち企業にとってこれから生き延びていく、あるいは成功していく上では、有能な人材を獲得していって、その有能な人材に定着してもらう必要がある、また雇った人材がの生産性の向上をさせる必要がある、そういう意味では全人口の 8% 近くいるLGBT の方々の、社員としての活躍というのを担保していかなくちゃいけない、さらに私が注目したのは、より積極的に企業が戦略的にですね、自社のブランド価値向上、またビジネス拡大のためにも取り組まなくてはいけない。ブランド価値向上って何とかブランドでいうと社内とかそういうの想像しちゃうんですけども、企業にとってのブランドは人間にとっての信用と同じです。要するにこの企業は信用できるか、この人は信用できるかという意味でのブランド価値向上、そしてまた、そのブランド価値向上も含めた、ビジネス拡大の機会を増やすためにこそ、取り組むべきだというような報告書になっておりまして、これは私は非常にいい切り口だなと思ってご紹介させていただきます。で先ほど申し上げたように、法的環境、あるいは安全な職場環境を企業として構築しなくちゃいけない、すなわち、LGBT の社員の方々が あるいは安心して働ける環境を構築する必要があるという課題を抱えた企業はどう対応すべきか。でまずですね、法的な環境という意味で大事な私なりに大事だと考えていることが一つありまして、一つはここにいらっしゃる皆さんご存知だと思うんですけども、企業は LGBT 当事のために安全な環境を構築することはオプションではなく、もはや法的な義務であるということ、したがって、安全な職場環境の中には、いろんな要素はあると思うんですけども、ハラスメントのない職場を構築すべきである。それから何よりも、これは今日会場にいらっしゃる石橋先生からのいろいろとご教示いただきながら若干やや引用もさせていただいているんですけども、ハラスメントというのは人格権を侵害する行為であるということに十分な認識を致すべきであって、かつ人格の要素の中でも性的指向とか性自認というものは極めてセンシティブな、属性であるということに非常に留意すべきであるというふうに考えています。この前提をもって、企業は施策に取り組まなくてはいけないではないかと考えております。
ところで先ほど法的義務があると申し上げましたが、この男女雇用機会均等法11条という条文を見たことがある方あまりいないかもしれません。お手元の資料集にですね、最初の1ページ2ページに条文は全部引用しておりますので、お時間があるときにご覧いただきたいんですが、これはいわゆるセクシュアルハラスメントに関する企業の、措置を記載したもので、黄色でハイライトしてますけど、一つは、なんか性的な言動を例えば上司がして、それに部下が応じなかったから降格したり解雇したりするような、いわゆる、対価型といわれるセクシュアルハラスメントとか、あるいはポルノの、なんか雑誌を置いとくとかポスターを貼るというような、非常に環境を害するような、環境型セクシュアルハラスメント、そういうものを防止しなくてはいけない。でそのために必要な体制を整備するための措置を講じなければならないというようなことを定めた法律です。でこれは従来ジェンダーに関連して の規定ではあったんですが、でそれに基づいて厚生労働省が雇用管理指針というものをで企業に対してガイドラインを示しているんですけども、これがいわゆるソジハラに、適用されるようになりました。厳密に言うと性的言動に基づくものということにはなると思うんですけども、これのきっかけとなったのがですね、おそらく自民党の、特命委員会というものが2016年5月に我が党の基本的な考え方、いろんな、ヒアリングを行った上でやっていまして、この中に、雇用機会均等法を変えなさいと、セクシュアルハラスメントの中にいわゆるジェンダーのものに基づくものではなく、性自認そして性的指向に関するいじめ嫌がらせ等に関しても定めなさいということがありまして、その6ヶ月後ですね、2017年1月に、この雇用管理指針、本来の題名はすごく長い題名になってるんですけども、下に書いてある事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上法的措置についての指針ではあるんですけども、この中に、職場におけるセクシュアルハラスメントには同性に対するもの、男性が男性にセクハラというのが含まれる、また被害を受けた者の性的指向または性自認にかかわらず、当事者に当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも本指針の対象となるものであるということで、この2017年1月以降は企業としてはこの雇用管理指針をベースとして、措置に取り組まなくてはいけないということになるかと思います。であとこういったことに違反するとどんなことが企業に起こり得るのかということも企業としては踏まえていくべきだと思いまして、そうですね、まず男女雇用機会、ざっと見ますと順番に一つずつやってますけど、男女雇用機会均等法そのものに基づくいろんな措置があるほか、いわゆるここに法学部の方いらっしゃるかどうか分かりませんけれども、いろんな民事上の責任が、その行為をした人のみならず、当該企業に対しても発生します、そして最後に今長時間労働とかでニュースになることもありますが、労災請求というものもあり得て、セクシュアルハラスメントというのは大きな心理的な負荷を与えて、その結果鬱になったり退職に追い込まれたりする人もいる。そうなると労災請求というものも違反に対してはあり得るということになると思います。順番に一つずつ簡単に申し上げます。まず、男女雇用機会均等法に基づく措置については、各都道府県の労働局の、雇用均等室、名称は若干都道府県によって違うかもしれませんけど、で扱っておりまして、男女雇用機会均等法セクシュアルハラスメントについて会社と社員との間に紛争が生じた場合に、労働局が援助をするという規定、それから、公正中立性の高い第三者機関に調停をしてもらえるという規定、どちらかの申し立てを行うことができます。でこれは援助、大きな意味での援助の規定なんですけども、その他、例えばそういうような、報告とか告発を受けた企業に対しては報告の徴収を、労働局の方から行ったり、それに基づいて助言指導、またさらに問題が深い場合には勧告を行うということができます。またその勧告を行ったにもかかわらず従わなかった企業についてはその企業名を公表するという措置も合わせてあり得ます。この条文を引っ張っております。スライドにもありますし、当該条文は資料集の方をご覧いただければと思います。それから民事上の責任なんですけども、一番下から始めますと、当の行為者そのものはですね、いわゆる人格権を侵害したということで、
いわゆる不法行為責任、民事の責任はだいたいお金を払う損害賠償をする責任ですね、があります。またその取締役上司についても、例えば十分な監督しなかったとか、そういうことを知りながら放置しておいたということで、不法行為責任があり得るでしょうし、まあ、ちょっとややそう簡単には認められないでしょうけど、その人が取締役であれば、会社法に基づく賠償責任ということも可能性としてはあります。また、会社そのものについては、当該行為者の使用者ということで、民法715条の使用者責任。また会社にはですね、労働契約法5条に基づいて会社の職場環境を安全なものにするという義務がございますので、そういった契約上の義務に違反したということで債務不履行責任を問われるという可能性もございます。さて、労災請求ですけれども、いわゆる労災、うつになってしまった、会社の環境が悪いのでうつになってしまったというときに、どんな場合に労災が認定されるのかということなんですが、労災が認定されることは、保険が支給されるという意味があるんですけど、やはり企業にとっては非常に大きなレピテーションのリスクにつながる。昨今の、電通事件とかいろんな事件をご覧いただいても分かると思うんですが、そういった意味では非常に企業にとってはリスクの高いエリアだと私は思っておりまして、労災のとして認定される要件としては3つあって、重要なのは1つ目と2つ目だと思うんですが、1つは、認定基準の対象となる精神うつとかですね、そういった精神障害を発病しているということですけれども、でそれが業務に起因しているということが必要なんですが、それが3の要件なんですけれども、2点目としてその発症前、要するにうつという診断を得たおおむね6ヶ月間前の期間中に業務上何か強い心の負担となるようなことが起きたということが必要だとされているんですね。で、その心の強い負担でセクシュアルハラスメントに関連してどういうものがあるかというと、これも資料にはありますけれども、具体例です。で、強度がこのガイドラインによって強が一つあるともうそれで一発でその要件が満たす。で、中があると中がいくつかあって合わせて強になって認定される、そういう仕組みになってますけれども。中には、身体接触のない性的な発言のみ、言動による言葉ですね、よるセクシュアルハラスメントがあって、発言が継続していない時と、複数回行われたが、会社が適切かつ迅速に対応し、うつ病になるまで、発症前にそれが終了した場合は、中として認められるんですね。ところが、そういった発言のセクシュアルハラスメントで、人格を否定するようなものを組み、かつ継続している場合、そしてその発言が継続してなされ、かつ会社があることを把握していても適切に対応しなかった、改善をしなかった場合には、これは強、強いという認定になって、先ほど申し上げた、この業務による強い心理的負担、2番目の要件を満たすことになるんですね。すなわち、会社が対応する、きちっと対応することが、ご本人に対する対応としても重要だし、労災という観点でも非常に重要だということが、このことだけを見ても分かるかと思います。で、党の雇用管理指針なんですが、これはお手元の資料集の、そういった意味では、7ページ項ですねに全文を掲載しておりますので、いいことが書いてあると思うので、ぜひご覧ください。あ、企業こういうふうに取り組むべきなんだなということが分かるんですけど、大きく分けると、まず会社としてこうセクシャルハラスメントについてあってはならない、禁止する、そういう方針を明確化しない、しなくてはいけない。そしてそれを取締役会で決議したりとか、その中だけで明確にするんじゃなくて、それを広く世間に知らせるとか、社員に知らせる、周知をする措置を取らなくちゃいけない、具体的には就業規則に規定したりするとか、後ほど平瀬さんも若干触れられるんじゃないかと思いますけど、そういった措置を取らなくちゃいけないということですね。それからそういったそういった文章だけでは何ら実際に問題があったときに物事が解決しないので、相談窓口を設けるなど、適切な体制を整備しなさいということがきちっと書いてあるんですね。で、また相談窓口担当者がそういったことに、セクシュアルハラスメントで今であれば性的指向や性自認に関するそういった相談にきちっと適切に相談できるような研修というものも必要になってくると思います。そして大きな3番目のこととして、こういったことをやっていたとしても、いざ問題が起きたときに全然対応してくれない、ヒアリングを行わないということであれば、これまた信用できない措置ということになると思うんですけれども、そういった場合の事後の迅速かつ適切な対応をしなくてはいけない、
事実関係を迅速かつ正確に確認しなさい、具体的にはいろんな人にヒアリングをしなさいということですね。で、事実確認ができたら速やかに例えば被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと、例えばその非常にそういった言動する上司がなかなか改まらない場合は職場を離すとか一時的に自宅待機させるとか、そういった措置を適正に行うことを会社としては考えなくてはいけない。また行為者に対して懲戒処分なり適切な措置を行わなくちゃいけない、それから再発防止に向けた措置を行わなくてはいけない、そういったことを含め会社としてきちっと対応しなさいということはきちっと書いてあるんですね。そしてそういったあと大事なことなんですけど、一般的なセクシャルハラスメントもそうですし、処置ハラもそうですけども、非常にセンシティブな内容なので、プライバシーを保護するために必要な措置を講じなさい、ということ、それから実際にそういったことがありましたということを言った社員とかご本人であったり周囲の同僚であったり、そういった人に対して不利益な取り扱いをすることも禁止されています。そういった形で、雇用管理指針が定めておりまして、これはぜひご一読いただきたいと思いますし、企業としてはこれをきちっと読み込んでどう、雇用管理指針に沿った、制度を整備するかということが重要になってくるかと思います。あと、労働ついで申し上げるように、今年の1月31日厚生労働省がモデル就業規則というものを設けていて、ハラスメントに関する一連のモデル規定があるんですが、やはり今年の1月31日に、ここに書いてあるように性的指向性自認に関する言動によるハラスメントにより他の労働者の就業環境を害することをしてはならないというモデル規定を設けております。その趣旨としては性的指向や性自認への理解を深め、性別言動や嫌がらせを行わないようにすることが重要ですということが厚生労働省のこのモデル規則に規定しております。最後の10分適切なリスク管理のためにということで、先ほど稲葉が申し上げた通り、実際の裁判例を見ながら、その企業としてどう対応すればいいのか、どこがどう対応すれば適切で、どう対応しないと うまく対応しないとどんなことが起こりうるかということについて一緒に考えていただければと思います。さて、これは、これ自体は、資料の13ページ以降に、掲載をしております。また事案も含めご覧いただきたいんですけれども、でここ の事案は基本的には判決に書いてあるものしか私は存じ上げていないので、基本的にはそれについて基づいて申し上げますけど、この方はいわゆる、M2F の方で、幼少時から性別違和があった、しかしながら男性として生きる努力もされたんだけれども、結局、やはりそれはどうしても無理だということで、まずこの方1997年にこの会社に入社しました。調査部、具体的に何をするとこかよくわからないんですけど、調査部に勤務しました。でこの時点ではカミングアウトはされていなくて、おそらく会社は知らないという状況の中で、ご自身の性別違和を解決するためにいろいろ努力をされて、性同一性障害の診断を受けたりカウンセリングを2000年後に受け始めて、2001年には家庭裁判所で女性名への改名が認められたりして、おそらく職場外では女性として、暮らされていたと。で2002年1月ですから、入社してから5年後に、調査部というところから政策部政策課、すみません、これも何するとかよくわからないんですけども、そこに配置転換をしますよという内示を受けました。でその時におそらく職場でも女性として生きていきたいと思われたんだと思います。そこで会社に対してその配置転換の内示を受けたのを契機として以下の申し出を行いました。女性の服装で勤務したい、女性用トイレを使用したい、女性更衣室を使用したい、これに対してですね、1月だったんですが、その2月に対して、具体的に日時は裁判判例に書いてありますけれども、申し出を会社は拒否し、そしてそのまま配転命令を強行しました。でそれに対してご本人はまず配転を拒否をし、でかつ、ちょっとこれ後でちょっと問題じゃないのということで会社には解雇事由の一つになってるんですけど、その配転の事例を破り捨てたんですね、破棄をした、それからその後出社を拒否をされたというような流れをたどります。そして3月に至って出社をしたんですが、その時女性の服装
化粧で出社をしました。でそれに対して今度は会社は直ちにそういうあの服装での出社を禁止するという禁止命令を出しまして、で自宅待機を命じ、で自宅待機を命じている間にあのこのご本人に対してどういう処分をすべきかということを検討し、最終的に懲戒処分を通知することになり、懲戒処分を行う場合にはご本人に弁明の機会、要するにあのこういう事由で懲戒処分をするんだけれども、そういうことを考えているけれどもあなたとして言いたいことありますか、話しておきたい事情ありますかという弁明の機会を設けるわけですが、そういう弁明聴聞手続きを持って4月に懲戒解雇をしたと、そういった事件でした。でこれがあのご本人が、懲戒解雇は、無効であるということで争いました。じゃあ裁判所はどう考えたんでしょう。でこれ平成14年のものですが、2002年平成14年というとかなりあの今からあのずいぶん昔の話ですけれども、ここの裁判所の裁判官、これも判決文をあのそのままあの持ってきているわけですけど、まず、申し出に対する会社の対応については、申し出にきちっと対応していないじゃないか、対応しないで具体的な理由を説明すべきなのに具体的な理由を説明していない、これがまず企業において問題があるというふうに指摘をしています。それから、女性の服装、化粧で出勤したことについて、直ちに禁止命令を出したことについては、性同一性障害に関する事情を理解 しようとしていない、そういう姿勢がない、また申し出に関する意向を反映しようとする姿勢を有していないということを指摘して、やはりあのそこに企業として、あの企業の対応として問題があるという指摘をしております。では最終的に、裁判所はどういう判決を下したんでしょうか。でいろんな事情を挙げて、あの解雇が無効だと言っているんですね。配点拒否で解雇無効、服装、女性の服装で出勤してその、禁止命令に違反したことで、解雇とかいろんな事情を挙げていたんですが、まず配点を拒否したことについては、すみません、これちょっと長いんで私なりにまとめちゃいます、後でご覧ください。一つは申し出について何らかの対応をしたこと、対応していないと、そしてあのその対応しないという回答をした際にその具体的な理由を説明していないということをまず事実としてあの適宜しています。そして次に、また配点命令を拒否するのはそれなりの理由があるでしょう。それなりの理由というのはあのこの文章の中田に書いてありますけど、債権者の、ご本人ですね、社員の性同一性障害に関する事情を照らすと、会社のこのような対応について強い不満を持ち、配点命令を拒否するに至ったのもそれなりの理由があると言えると。そうすると、日本において解雇するにはやはり重大かつ悪質な企業秩序違反であると言えなくてはいけないわけですが、裁判所はこういった事情を考慮すると配点命令の拒否が懲戒解雇に相当するほど重大かつ悪質とは認められないというふうに判断しております。次に服務命令違反の方ですね。要するに女性の服装での出勤、これを理由とした解雇につきましては、まず、性同一性障害、今は性転換という言い方はしないと思うんですけども、精神的、肉体的に女性として行動することを強く求めていて、他者から男性としての行動を要求されたり、女性としての行動を抑制されると、多大な精神的苦痛を被る状態にあった、女性の容姿をして就労することを認め、これに伴う配慮をしてほしいと求めることは相応の理由があると。会社としてはこういったことをきちっと理解しなくてはいけないということをこの2002年の判決の裁判官は言っています。次に、これが会社がですね、いやそうは言っても他の社員がいると、で他の社員が違和感とか嫌悪感があるんだから、やっぱりあのトランスジェンダーの要するに女性の服装で出勤することを禁止することは合理性があるんだと、いやあのただそういうことも会社として対応できるでしょうと、すぐにはできないとしてもまず事情をきちっと認識し理解し、時間の経過も相まって十分そういったことは緩和する余地があるんだから、ましてあなたは何にもしてないんだから、何もしようともしなかったんだから、あの理由はないと。それから合わせて取引先や顧客の違和感や嫌悪感を抱くにあの違いないということについては、あの社員の解雇ということについては、業績とかご本人の能力に基づいて行うべきであって、ましてやそういったあの例えばM2F の方が女性の服装をしたところで自分の業務上の能力が落ちるわけでも、
ないので、そういった業務遂行に関わらない、そういった業務遂行に支障をきたす恐れがない理由っていうのは回答理由にはならないでしょうということを言っているんだと思います。そしてまあここが再度出てくるんですけど、申し出があったのに対応したとか具体的理由を説明したとか、そういったことは一切認められないと、まあ、で それに加えてそのご本人の性同一性障害に関する事情を理解しようという努力とか、また申し出についてそれを全部そのまま直ちに実行できないとしても、その意向を反映しよう、なんとか配慮しようという姿勢もないでしょうと、こういった、事情が存在する以上、解雇にのた解雇するために必要な企業秩序または業務遂行の著しい支障があったとは認められないと判断して、解雇は無効と判断されたというような事例です。まあ、ちょっとやや古い事例ではあるんですけれども、非常、まあ、で今 の非常に理解のある方だったらさらに踏み込んだ判断をしているかもしれませんが、これを見ていると非常にこう企業あるいは団体がこういったことについて考えていく上で非常に示唆に富むだと思うんですね。で私なりに考えると極めてシンプルなことだと思うんですけども、こういったリスク、こういった紛争、こういった事態を防止するために企業としては何を心がければいいかということが、この裁判例からヒントが得られます。安全な職場環境の構築のためには何をしたらいいのか、あるいはこういった相談とか申し出とか苦情とかあったらどうすればいいのか。一つは当たり前のことなんですけど、本人の話をきちっと聞いて本人の意向を尊重する、これが今の裁判例から現れています。そうすることによって多くのトラブルを防止することができると思っています。本人もすぐに何かできない、企業はできないかもしれない、でも話し合う姿勢もないということであれば、本人としてもどうしようもない。そうするとどうしてもこういった手段に訴えざるを得ない。そしてあとこれはキーワードだと思うんですけど、企業としては合理的な配慮をしなくちゃいけない。それぞれの企業、いろんな業種がありまして、いろんな地域にいて、だからその直ちに全てできることをやるってことは必要はできない。それは多分裁判所でも社員の方も分かってくれると思うんですね。ただしその状況に応じて時間をかけて、きちっとステップバイステップで合理的な配慮をする、そしてそれをきちっとやっているっていうことをその社員に示していくっていうことが合理的な配慮なんではないかと思います。そしてあとこういったことについて、こういう裁判の事例でもそうですし、職場でもとにかく、まあ、男性であるとか女性であるとか、自分の性的指向がどうであるか、性自認であるかということは社員としての能力には関係がないわけですから、そういったことに基づいて職場を構築する、あるいは仕事を遂行するのではなくて、やはり能力主義に基づいて会社を運営していくという視点がすごく大切なのではないかと思います。では、ちょっと駆け足になりましたが、第1部は以上でございます。ありがとうございました。藤田先生、稲葉先生、ありがとうございました。非常に細かいところまで、詳しくご説明いただいて、分かりやすかったかと思います。改めまして、私東と申します。よろしくお願いいたします。全然先生ではなくてですね、単なる一企業の人事担当者として、人材開発、それからダイバーシティ&インクルージョンの担当をしております。でそれと同時にですね、2010年からですね、今のこのアクセンチュア株式会社ではなく前職のですね会社の方で人事ではない業務をずっとしていたんですけれど、その時に社員ネットワークというものがありまして、例えば女性の社員ネットワークであるとか、障害者のネットワークであるとか、外国人のネットワークであるとか、いろんなダイバーシティの側面に応じて社員ネットワークがあったんですね。でその中の LGBT の社員ネットワークのリーダーをですね、アライとしてずっと務めておりました。そこから人事の方にですね移動しまして、そこから2013年からですね、人材開発、それからダイバーシティ&インクルージョンの担当者としていろいろな施策を投じております。で本日はですね、私の方からはこういった人事の立場から企業の施策というものと、それから私個人または会社の方でですね、このアライというものをどのようにこう促進してどういうふうに捉えているのかということ、
そして最後にですね、私が先ほど谷口先生からもご紹介ありましたけれども、中央大学 の、 MBA にこの2年間通っておりまして、人事、人的資源管理を中心に勉強してきたんですが、そこの中で職場の LGBT アライのですね、存在意義と、それからアライの育成についての研究の論文を書きまして、そこについての考察もご紹介させていただければと思います。まずですね、企業における LGBT 施策、簡単にご紹介をさせていただきます。先ほど藤田先生からもご紹介あったんですけれども、企業がですね LGBT 施策に取り組む目的っていくつかこの調査の中では挙げられています。ただ企業が LGBT の施策にどうして取り組むかというのは、その企業の目的によってかなり違ってくるんですね。例えばこの LGBT の理解をこの職場の中に促進していくというものが、もしかしたら社員の中にカミングアウトをしている方がいらっしゃって、その方がこう自分の能力を発揮できるように、差別を受けずに仕事ができるように、その人が退職ですとかいろんな差別に追い込まれないように、そういったことをですね促進するために人事部としては動くということももちろんありますし、また先ほどいろいろなこう訴訟とかもあったと思うんですけれど、そういったリスクを回避しなければいけないという意識があるからかもしれませんし、またはビジネスとして捉えている、もしくは CSR ですねとして捉えているということもあるかと思います。いろんな目的があって、これは全てに当てはまらないと企業では LGBT の施策に取り組まないということではなくて、何かしらここの中でですね、いろんなこの目的ということにヒットすると、企業の中では LGBT 施策の取り組む、エンジン促進力になるかなというふうに思います。でこの、調査自体はですね、2017年であって、去年の5月に出てきた経団連の資料なんですけれど、最近去年の10秋ぐらいからですかね、いくつか出始めたのが ESG 投資っていうものなんですね。 ESG 投資って聞いたことある方いらっしゃいます？お、ポロポロ、ありがとうございます。はい、エンバイロメント、ソーシャル、ですね、あとそれからガバナンスっていうこの ESG って頭文字を取ったもので、グローバルにその企業が健全な経営をしているかどうかを測る基準となっているんですね。で例えばこう外国のですね投資家が日本のこの企業に投資をするときに、この ESG という3つの観点においてこの企業がちゃんと健全に経営されているのかどうかというのを確認するということが行われています。でその中に人権という要素が非常に大きな割合で入っていまして、そこの中に明確に性的指向、それから性自認、性表現まできちっと入っています。なので国際的にそういったですね外国人投資家に対するアピールをしようという企業であるとか、もしくは金融機関ですね、金融機関が何かしらそこの企業に投資をするといったときに、この ESG というものに関しては非常に焦点が当たるようになってきています。なので私のところにもですね、去年の秋ぐらいから日本の投資顧問会社ですね、アセットマネジメント会社から LGBT の研修の依頼が非常に多く入ってきて、これ大きな目的としてはこの ESG がそろそろ出てきているのかなというふうに思います。こういういろんな目的があるんですが、実際に企業ではどういった施策をやっているのか、これは私が独自にまとめているものなんですけれど、大きく分けると大体この5つに分かれるかなというふうに考えています。一つは一番ベースとなるものが人権規定ね、企業に入るとですね、就業規則というものに必ずサインをするんですね。でその中には必ず人権に関する規定が含まれているはずです。これ就業規則かもしれませんし、もしかしたら倫理規定かもしれないです。呼び方に関しては企業によって違うんですけれど、必ず人権に関する用語というのは入っています。でこの中にはこれまでは性別であるとか、障害であるとか、国籍、人種、そういったですね要項がこう並んでいて、最後になどって書かれていて、でそれに対して、従業員に対して、自分が他の従業員に対して、またはお客様に対して、取引先に対して、そういった差別を行わないっていうところに皆さん必ず会社に入るとサインをしてるんですね。そこまで読んでサインしているかどうかは別に置いておいて、こういったものに必ずサインをしています。
でこの中にきちっとこの性的指向、性自認、あと弊社では、性、表現ですねもきちっと明記をしていて、こういったものに対するハラスメントをしないということを従業員すべてにサインをしてもらってから入社をしてもらうということをしています。これやっぱり何が大事かと言いますと、本人の人権を守るっていうこともそうですし、その人がその従業員、お客様、もしくはステークホルダーですね、取引先に対して人権侵権、侵害を行わないということをきちっと会社としては担保するということが非常に重要だと思います。ただし、これ企業研修の中でよくここで質問するんですけど、ちなみにこの人権規定読んだことある人いらっしゃいますか？というふうに企業の中で聞くと、ほぼ手は上がりません。私は人事の担当者なので、この人権規定の中身というのを非常に見ながらですね、日々いろいろな取り組みをするんですけれど、普通に私が人事以外で働いていた、営業とかですねリサーチで働いていた時は全くこういうもの目を通したことがありませんでした。なので何が重要になるかというと、研修がすごく重要になるんですね。お、なんか飛んじゃいました、すみません。はい、で研修もいろいろな種類があると思います。例えば最近ですと、こういったダイバーシティ研修というものがあって、日系企業だと今のところは女性活躍推進が非常に多いんですけれども、やっとですね、いろいろこう LGBT であるとか障害者、それから国籍のこのいろんな違いですね、いろんなものに対して自分たちが理解を深めていこうという研修を実施しています。またはハラスメント研修ですね。先ほどのセクシュアルハラスメントに関しては厳しい企業ですと毎年必ず研修を受けてサインをさせるというような機能、企業もあります。こういった研修もありますし、またはですね、こう LGBT、 それからアライを育成するようなこう研修を、取り出して全社員でやるだけではなくて、例えばまずは人事担当者がきちっと理解をしてみましょうということで人事担当者に実施をしたり、または組織の責任者、管理者ですね、管理職に実施をしたり、でそれから全社員に実施をするというようなことが行われています。でそうするとこう社員の中に、LGBT、 性的指向、性自認、性表現というものがきちっと人権のイシューなんだということ、それから会社にとってこれというのはダイバーシティのイシュー一つなんだという理解が広まるということが、この研修を通じて周知をすることができるようになっています。ただこれだけだとやっぱり足んないんですよね。まだ何をしなければいけないかというと、職場環境を整えるということも LGBT の支援施策の中には入っていると思います。例えば性別を問わないトイレの設置であるとか、もともと男女の表記があるというものを見直しをしたり、これ何を言っているかというと、例えばですね、席表というものがこうあって、その部の中にはどこに誰が座っているかという表を作っているような企業って日系企業だと多いんですね。外資系企業だと多分ないと思うんですけれど、そこが、私の前職では最初入った時は、女性はピンク、男性は青だったんですよね。特に通ってもないのにわざわざその人が男性か女性か分かるようにしているということもありました。またはドレスコードっていうのも割と男女で分かれていますね。女性だったらこうとか男性だったらこうっていうような表記もあります。こういったものがそもそも男女の表記って必要なんでしたっけということを考えて見直しをするということが必要になってくるかと思います。あとは相談窓口の設置というのも必要になるかなと思います。セクハラに関して、パワハラに関してはですね、相談窓口というのを企業は必ず設置はしていると思うんですけれども、ここの人がちゃんと LGBT に関する研修を受けているか、そういった問い合わせを受けるような知識、理解を有しているのかというところまで企業は担保しなくてはいけないと思います。そこまでが難しいんであれば、例えば社外の NPO と協力をして、そこに匿名でこう連絡をできるようにしたりというようなですね、取り組みがされています。それからアライマークのケースですね。職場環境を整える中では、この LGBT に理解をこう深めている、理解をしているアライの人がどのぐらいいるのかということをきちっと提示をすることで、LGBT 当事者の人たちが職場の中で働きやすい環境を作っていくということで、企業の中では行われています。ちょっとここで補足させていただくと、ここに性別を問わないトイレの設置っていうふうに書いてあるんですけど、これそこの文言自体は先ほどの経団連の中から入ってきたんですが、最近で
ですね、特に外資系の企業でいくつか出ていて、弊社もそうなっているんですけれど、性別を問わないトイレの設置というよりは、これ誰でもトイレと言われるものですね、というよりは本人の性自認に応じてトイレを使用するという方針を明確に打ち出すという企業も増えてきています。これ弊社の中ではトランスジェンダーの対応ガイドラインというものをですね、策定しておりまして、その中の明確な方針として、本人が行きたい性別のトイレを使っていいですということを明確にしてるんですね。ですると何がこう職場の中から疑問が出てくるかというと、じゃあもしそのトイレを使う他の人が嫌だというふうに言った場合、何か違和感を訴えてきた場合はどうするんですか、というような問い合わせがあるんですけれど、これもこのトランスジェンダー対応ガイドラインとかで明示をしていて、その違和感を持っている、またはクレームをしてきた人に対してきちっと会社として教育をするということが明示されています。でこの教育の中にはいくつかあって、もちろん理解をしてもらう、なぜそうなのか、なぜ会社がそういう方針を取っているのかということを理解してもらうとともに、それでも違和感を出す表じる人に関しては、一番下ですね、人権規定にあなたちゃんとサインしてますよねと、これはきちっとこの組織の一人一員である上でおいて守らなければいけない人権の要項であると、あなたが心の中で何かしら違和感を持っているというのは、私たち会社の立場としては何もできないかもしれませんが、それを他人に示して、その他人を傷つけるということは許しませんということを、きちっとこのガイドラインの中で明示をするというところを弊社の中ではやっています。まだあんまりですね、日系企業の中ではそこまでやっている企業というのはいないかと思うんですけれども、だんだんとそういうような動きも日本では出てきているかなというふうに思います。さらにこれ職場環境の中にも含まれるかなと思うんですけれども、社員のネットワークですね、やっぱりこう LGBT の当事者の方々、日本の職場の中ではカミングアウトしている当事者、まだまだ少ないことが現状です。でそういった方々がですね、社員の中でネットワークを作る、何かしらそのノウハウをですね、共有ができたり、何かしら問題というのを共有をして会社にこう提言をしていく、またはアライの人たちがその中に一緒に入って、どういった形で職場環境を整えていったらいいのかというのを一緒に考える場というものを会社が作るということができるかなというふうに思います。でこの社員ネットワークと職場環境が整って、初めてですね、利用ができるようになるのがこの制度の部分だと考えています。制度、これ同性のパートナーを配偶者と同等とする福利厚生制度の拡大であるとか、またはこの先ほどの性別移行をサポートするガイドラインなどの整備ですね、こういったものをこう会社としては用意をしておくということは非常に重要なんですけれど、やはり制度を使うということはある意味カミングアウトをその場でしなければいけないというような危険性にもつながるので、やはりですね、この職場環境と、あとはこのアライの人たちが社員ネットワークを使って職場にこういった理解を推進するというような体制ができていないと、制度を作ってもなかなか利用が増えないというような現状が出てくるかなと思います。でということでですね、このアライを職場にこう増やしていく、またはネットワークを作るというですね、施策をどういうようなこう取り組みとして企業がやっているのかというのを非常に簡単にですね、ご紹介をしますと、やはりこのアライを育成をするというこの取り組みと、それからアライを職場で可視化するというこの2点の取り組みが非常に日本の企業の中では進み始めているかなというふうに思います。具体例としてはいくつかこう書かせていただいているんですが、こういったですね、アライになろうということをテーマにですね、社員が自主的に、ネットワークですね、いろんなイベントを実施したり講演会を実施したりしながら、社員の皆さんに理解を広めていく、アライになろうというような掛け声で理解を増やしていくということをやっていたりしています。あとは可視化という面では、もう皆さんいろんなところでご覧になったかと思うんですけれど、いろんな企業さんがですね、この6色の虹色のマークをつけています。私もちょっとごめんなさいね、よっ、これ会社のステッカーなんですけど、こういった形で自分がアライであるっていうことが分かるようなステッカー、こういうものをこう会社の中で作って、自分がアライであるということを職場で公表できるというような仕組みを持っている企業が非常に多いかなというふうに思います。
この可視化をするということは非常に重要だと思うんですね。LGBT 当事者の中でもこう言わないと、カミングアウトしないと、その人がそうである、その当事者であるということがわからない方ってたくさんいらっしゃると思います。でアライってもっとそうだと思うんですね。初めて例えば初対面の方がその人がどれだけその LGBT に対するその差別的な感情を持っていないのか、もしくは持っているのかということは初見ではわからないと思います。私みたいにこう虹色のマークをあちこちにつけているような人間だと多分わかると思うんですけれど、普段わからないと思うんですね。なのでこういったですね、可視化をする仕組みというのは非常に重要ですので、企業の中でもどんどん広がっていったらいいなというふうに思っています。でこういう、 こう LGBT の施策をこう打つ企業がいろいろ増えてきまして、実は2016年からですね、ワークイズプライドというですね、任意団体がプライド事業というもので、企業の LGBT 施策を評価するという取り組みを進めています。2016年82社応募しまして、その中の53社がゴールドを受賞しています。昨年2017年は110社ですね。で今ちょうど2018年の応募が始まっていまして、今年の10月だったかなにまた今年の分も発表になるというふうに聞いています。でこれどういったことをですね、評価しているかというと、左下に書かせていただきましたが、5つの指標で取り組みを評価しています。まずポリシーですね。さっきの規定のようなものがきちっとあるのか、または例えば企業のトップが LGBT に対するこういった支援の姿勢、または差別をしないということを明文化しているかであるとか、当事者のコミュニティ、社員ネットワークがあるかどうか、啓発活動をしているかどうか、または人事制度やプログラムがあるかどうか、そしてそれだけではなくて、その社外ですね、社会に対してどういう貢献をしているのか、そういったことが評価の対象になっております。もし詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、参考資料、これ Google で、検索していただくと下のところに書いてありますので、そこで報告レポートも見れますし、またはこういった受賞した企業の名刺の名前であるとか、そういった企業のですね、ベストプラクティスというどういった施策をやっているのかということもご覧いただくことができるかと思います。でここまでですね、いろいろこう企業の取り組みをご紹介していたんですけれども、先ほどからご紹介しているこの経団連が昨年2017年5月に出しました提言書をですね、この中で企業による取り組みは必要だと思うかという問いと、何らかの取り組みを実施しているのかというこの問いを経団連の会員企業に対してアンケートを実施しています。でこれを見ていただくと、思う、要するに取り組みが必要だと思うという企業は 91.4% あるんですが、残念ながらすでに実施していると答えているのは 42.1% にとどまっているんですね。でこれなんでかということなんですけれど、これは私が人事担当者としていろんなダイバーシティの担当の社といろいろこれまで話をしてきた中で言うと、まず人事担当者の知識が全然足りていないですね。どういったものをどういったタイミングで実施したらいいのかという知識がまず足りていないということが大きいと思います。でこの知識が足りていないというのも、これだけ提言書であるとかいろいろなガイドライン、セミナーがあるにもかかわらず、なぜ知識が足りていないのかというと、私はこれだと思います。やはりこの同性愛であるとか、体と性別と性自認の不一致というものは、なんか一過性のものであるとか、趣味の問題、これこの間どなたかの党の議員が発言されてましたけれど、趣味の問題であるとか、そう性癖であるとか、そういったですね、認識がまだまだ根強くて、本人の意思で変えられるもの、簡単に変えられるものではないというような認識がないんですね。でこれないとどうなるかというと、これ実際にいくつかの人事担当者から直に聞いたことがあるんですが、どこまで企業が本人のわがままに付き合ったらいいんですかというような意識でいると、いつまでも知識は広がりませんし、取り組みも広がらないです。これが非常にまだまだ残念なところだと思います。で周りにいないんです、うちの会社にはいないんですという言葉もものすごくまだ耳にするんですね。でこれも見た目や話し方では分からない当事者も多くて、根強い偏見があるからこそ言えない状態になっているのであって、自分の周り、職場、会社にいないのではないという事実に気づいていない
ということが一番大きな問題です。でこういうカミングアウトする人が出てこないと取り組みをしないというのでは非常に遅いと思うんですね。まあ、先ほどいろんなですね訴訟リスクであるとか人権の問題であるとかそれからセクハラ指針に組み込まれているいろいろな状況を考えると企業にとってはもうこれ待ったなしの状態であると考えますので、もう今すぐこの人事担当者というのはこういった施策について手をつけないといけないかなと思います。でこのいないという状況、これあの私ここからちょっと論文の中に入りますけれども、ちょっとですねあのノエル・ノーマンというこれあのドイツの政治学者の方が世論が形成されるこのモデルというのを沈黙の螺旋というモデルで説明しているんですね。あのどうして言えない状況になるのか、それがどういう状況になるのかというのを説明しているんですけれど、こう図を見ていただくと性的マイノリティにこういう対する差別的言動があると性的マイノリティの本人の人たちが孤立を恐れて沈黙をしてしまう、言わないということを選ぶんだそうです。で言わない、自分がそうであるマイノリティであるということを言わないとどうなるかというと組織の中でいないものとされるんですね。でいないものとされるとより差別的なマジョリティの意見というものが強調されてしまって、さらに性的マイノリティは沈黙を強いられてしまう。でこれがどん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 螺旋状に増大していくというこのプロセスを沈黙の螺旋というふうに言われています。でこの沈黙の螺旋というものをですね放置することによって何が起こるかというと、こういった性的マイノリティ、それからこういったあのいろんな違いですねを持っているマイノリティの人たちというのは職場で心理的安全性を感じることができなくなるんですね。心理的な安全性を感じることができないということは自分の意見というのをきちっと正直に職場の中で言うこともできず、それから人間関係、健全な人間関係を構築することもなかなか難しくなると言われています。従業員がそのような状態にある職場でどのように企業というのはビジネスを拡大していくのか、従業員が力を発揮できる職場にするのかというところがものすごく大きな問題で、とにかく企業はこの性的マイノリティに対する差別というのを阻止する、そのために LGBT に関して言うとマジョリティがアライとなってこの沈黙螺旋を断ち切る必要があるというふうに考えています。では最後にこの LGBT アライの存在意義ですね。アライというですね言葉に関してはすごくいろんな定義があるんですけれど、私はこれでまとめています。 LGBT など性的マイノリティのことを理解し支援しようと行動すること、でこれ英語では同盟で支援者を意味する、アライというものが語源になっています。この行動する人ということが非常に重要だと思うんですね。心の中で私は差別をしていませんっていうふうに思っているだけでは私はアライとしては、定義はしてはいけないと思います。やはりこの差別を是正するために何かしら行動している人ということをアライとして定義をしています。で一つこれ海外のですね研究にも一つあります。アライの定義ですね、アライとは LGBT に対する理解と支援の意思を自発的に表明している、これも行動ですね、その個人を示す、で当人のセクシャリティは関係ない、要するにこれはストレートアライだけではなく LGBT の当事者もアライになることができるというふうには言っております。でアライの行動なんですが、これは私 の企業でやっているアライ研修の中の資料なんですけど、大体この3つの行動に分かれるかなと思います。まずは知るという行動をしているかどうか、それから自分がアライであるということを周囲に知ってもらうという行動をしているかどうか、そして差別を是正するために行動しているかどうか、この3点セットというものが揃ってアライだというふうに考えています。行動するという中には例えば周囲に誤解やからかうような言動があったときにちゃんとこう指摘をするかどうか、または周りの人に性的マイノリティについて話をしているかどうか、先ほどにあったような男女の区分けを見直すような行動をしているかどうか、こういった行動をしているともしかしたらカミングアウトを受けることがあるかもしれません。その時にちゃんとアウティングに注意をしているかどうか、こういった行動が必要だというふうに考えています。職場については関しては本当にこのアライの存在というのは重要だというふうに考えています。
とにかくですね、日本の職場においてはカミングアウトしている当事者って本当に少ないんですね。で、自分のこの性的指向、性自認というものを隠そうとしている人が周りで何かしら差別的な言動があったときに正すことができるかというと多分できないと思うんですね。正すことによって自分がそうではないかとして疑われてしまうことを恐れるので、何かしらですね、一緒にこう笑ってしまったり、そこの場で何も言えなかったりということがあるかと思います。アライの場合はこれを客観的に正すことができるかと思います。または職場でカミングアウトをしていない当事者のニーズであるとか課題を代弁することができる。例えば先ほどのですね、ドレスコード、これ男女と分かれてるんですけれど、これってトランスジェンダーの人がいたらやりにくいんじゃなかったんでしたっけというような言葉が前の会社ではアライの中からあって、人事の中で実際に変えるということがありました。こういう代弁するということもできるかと思います。または私のように人事、それから人材育成研修を実施する立場にいる人間ですと、こういったですね、 LGBT が働きやすい制度や理解を促進する施策ですねを取り入れることができるかと思います。こういった LGBT のイシューというものが実は身近なものでなくても、あるいは自分の声の力というものに気づいて行動する必要があると思っています。次はちょっと参考の資料ですね。アライの存在意義に関する先行研究で実は海外にはものすごくたくさんあります。でその中にはいろんなですね、アライに関する存在意義であるとか、どういったですね、役目をできるのかということがいろんな調査、それから研究において証明をされています。一応巻末にですね、この研究資料についての情報も載せてあるので、ご興味ある方はご覧いただければと思います。ただご覧いただければお分かりいただけるようにですね、日本でこの LGBT アライに関する研究というものがまだないんですね。でそこで今回この研究の論文の中で取り上げさせていただいたものをいくつかご紹介させていただきます。まず職場にアライが存在することって本当にどのくらいこう、意義があるのかというところですね。でこれを調査するために、アンケート調査ですね、これ2016年に実施されました、NPO 法人の虹色ダイバーシティさんと、ICU の研究センターによる調査を使いまして、統計分析をしてみました。でそうするとこれアライがいる職場といない職場ですね、アライの存在と LGBT 当事者の勤続意欲をですね、これクロス集計したものを表にしています。でこれ見ていただくと濃い部分ですね、数字が高いと勤続意欲が高いということになるんですけれど、いる職場の方が濃い部分というものがこう大きいというものが、白黒だとちょっと見にくいですかね、お分かりいただけるかと思います。実際の数値としては勤続意欲、アライがいる職場の方が勤続意欲の高い LGBT 当事者の比率というのは 13.5% ポイントも高いんですね。で逆にいない職場の方が勤続意欲の低い LGBT 当事者の比率は 8.7% ポイント高いということになります。なのでこれによってアライの存在というのは LGBT 当事者の勤続意欲を向上させるということがお分かりいただけるかと思います。ただし、勤続意欲に影響がある他の要素とですね、影響力を比べてみると、やはり差別的な言動、これ LGBT に対する差別的な言動ですが、この影響力というのが一番高いんですね。でアライの存在よりも効果は高いです。でまたもう一つ面白いのが LGBT 支援施策の数というものも LGBT 当事者の勤続意欲を向上する効果というのがアライの存在と同じぐらいあるということが分かりました。要するに会社がいろんな LGBT 施策をこういろんな数ですね、たくさんこう取っていると、やはり自分のために何かしらやってくれている、会社が理解をしようとしてくれているというような意識が出てくるかと思うので、それで向上するということになるかと思います。でアライの存在というのももちろん効果が高いんですけれど、差別的な言動というものがやはり効果は下げてしまう効果が高いので、やはりこの差別を是正する施策というものを実施すると同時にアライを育成するということが重要になるかなというふうに思います。じゃあこのアライを育成するということに対しての、これはですね、日本の国内の日系企業と、またNPO 法人のですね、虹色ダイバーシティさんとの共同研究で実施をしたアンケート調査による研究結果なんですが、研修でじゃあアライって育成できるのかどうか。で、
これあのアライとして期待される理解度と行動度で測ってみたんですけれど、一応プラスに出ます両方とも。ただし、平均値正答率を見ると理解度に関しては非常に高いんですね。 75% の人が研修を受けると、正解率が高くなっています。ただし行動はなんと 19% なので、研修だけではアライとしての行動を引き出す効果というのは十分ではないということが分かります。ではどういったですね、要素が行動度に対してプラスの影響があるのかというものも分析をしてみました。そうするともちろん検証を実施するということはプラスに出ているんですが、最も大きい影響というものは身近な当事者の存在なんですね。これはもうご想像いただける通り、周りに自分の身近にこう LGBT 当事者がいるというふうに感じている人、分かっている人に関してはアライの行動を取るというインセンティブが湧くというのはなんとなく皆さんもお分かりいただけると思います。ただし先ほども申し上げた通り、職場の中ではまだまだ偏見が多く、なかなかこのカミングアウトする当事者というのはいないということが現状だと思います。でそこで効力を発揮するのが周囲にアライの行動を取る人の存在なんですね。これも非常に大きいですね、数値の目標の結果になっています。で周囲にアライがいるということは、まあ、アライのロールモデルがいるということですね。アライとして何かしらこう LGBT に対する差別的な冗談であるとか言動があったときに客観的にこう直していく、もしくは何かしら施策をこう投入する、いろんな場で LGBT についての話をするというようなアライ行動をすると、周りの人のアライに対する理解が増えて行動が促進されるということがこの研究の結果の中から分かりました。ということで最後のスライドになります。企業が導入すべき LGBT 支援施策、先ほどですね調査、アンケート調査の中から見ましたが、この研究の結果をもって言ってもやはり差別の禁止施策というものを導入する、それと同時にアライを育成する研修を実施する必要があるというふうに思います。それからLGBT 当事者を身近に感じる、これはカミングアウトする当事者を待つというのはなかなか難しいと思うので、 LGBT 当事者を招いた研修や勉強会を実施するであるとか、 LGBT 当事者とアライをつなげる社員ネットワークを設立して、その中でこう LGBT の当事者がどういったことに困っているのか、どういった課題があるのか、アライとしてはどういったことに理解をしなきゃいけないのかという理解を広げていくということも重要かと思います。で最後に先ほどからお見せしていますが、職場でアライを可視化する仕組みを導入する、それをすることによってアライのロールモデルがどこにいるのかということを周囲のですね、従業員に周知することができて、アライの行動理解というものを広げていくことができるということがこちらで証明されています。こういったですね、アライの取り組みいろいろなものがあるんですが、効果という意味でですね、ここでいろんな証明ができたことは、私がですね、この会社の中でこのアライを増やしていくという取り組みを進めていく中でも非常に意義があるかなというふうに感じました。でこれはずっと私がスローガンとして掲げているものなので最後にご紹介させていただきたいと思います。LGBT 当事者の数というのはいろいろな調査結果がありますが、ちょっと便宜的にここでは電通ダイバーシティさんの 7.6% という数字を使っています。 7.6% の LGBT 当事者が活躍する職場にするには残りの 92.4% がアライになる必要があるんですね。なので企業の中ではどんどんこのアライを増やすための研修であるとか仕組みというものを取り入れていかなければいけないなというふうに感じています。やはりこのアライというマジョリティがですね、どんどんこの LGBT に対する理解を増やして、それから差別を是正するという行動をするということが必要だというふうに思いますので、今回のですね、こういった場でお話をさせていただくことに機会をいただきまして大変嬉しく思います。ありがとうございました。ありがとうございました。現状の分析から、それからこれから取り組むべき内容とかについても非常に明快なお答えをいただいたような気がします。ありがとうございました。それでは、これから、10分ほど休憩を取らせていただきます。その間に、質問が、ある方は質問用紙の方にお書きいただいて、足りない方はスタッフの方に申し出ていただければお好きなだけ書いていただきます。
それでは、すいません、少しお待たせをしてしまいましたが、再開させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。非常に皆様からたくさん のご質問をいただいて、それぞれ、皆様のご質問が非常に長く、すみません、読むのにちょっと時間がかかってしまいました。文句では皆さん感謝です。それで、まず、いくつか質問の中で、出てきた流れとして、どういったきっかけでこういったその問題に取り組むのかというところが一つ共通した質問としても出てきてもおりますので、その観点から、牛田先生と稲葉先生の方からそのあたりの経緯を少し詳しくお話をいただければと思います。そのあたり東さんに一回ちょっとバトンタッチしても大丈夫。はい、じゃあ私がモデレーターで、はい、藤田先生と稲葉先生のですね、関してのご関係に関してはいろんな記事でもご紹介になっていると思うんですけれども、まずお伺いしたいのが、まず稲葉先生はどうしてまずカミングアウトをされようと思ったんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、その前には、これは当事者の人にとってはもう当然なのかもしれないんですけど、なぜ隠してたのかっていう話からするんだと思うんですけれども、当事者の人にそういうことを言うと笑われちゃうんですが、私が社会人になったのは1990年代で、日系の銀行にが振り出しだったんですけれども、その当時は、職場でカミングアウトしている人なんていうのは皆無でした。特に日本の銀行ということで、でもありましたし、多分銀行じゃなくてもそうだったと思いますし、日本の企業にとっては、日本の企業ではあんまり今でも買わないと思うんですけれども、やはり偏見があるというか、当事者自身がそのこういう性的嗜好っていうのはが同性に向いてるっていうのは異常なことで、なんていうか、そういうことを職場で言うと真っ当な社会人として生きていけなくなるというか、社会人としての自殺行為であるというふうに考えてまして、他の人もみんなそう考えてましたんで、むしろ隠してるというのが普通で、言うっていう人はいなかったですし、なので普通に社会人生活を送っていたということに過ぎなかったんですけれども、じゃあ逆になぜカミングアウトしようと思ったかこういうことなんですが、私が今勤めておりますゴールドマンサックスっていう職場には2002年からお世話になっているんですけれども、その当時外資系の企業なので、日本の企業に比べるとさらにその結婚しろとかですね、そういうプレッシャーが少ないのかなと思って、それはそれで、ゲイとしてはそういう意味で働きやすい職場だと思ってたんですけども、そのカムアウトするっていうのはみじんも思ってなくて、このまま一生言わずに過ごしていこうと思ってたんですけれども、多分全世界的にはもっと早くから取り組みは進んでたんですけれども、2009年ぐらいから日本では、取り組みがゴールドマンサックスでの日本の取り組みが進み始めまして、初めの頃はこういうのははしかみたいなもので一過性のもので 2,3 年したらなくなっちゃうんだろうというふうに思って横目で見ていて、そんなものに付き合ってカムアウトしたらえらいことになるというふうに思ってたんですけれども、特に私の上司だった2009年から私の上司になりました藤田が非常にLGBT の問題に、興味を持っていろいろ研修を受けたり、食事会に LGBT の当事者の人と食事会に行ったり、そういうする機会が会社から与えられてたみたいなんですけれども、そういうのがあるたんびにですね、こういう研修を受けて来たよとか、こういう人と食事をしてすごい良かったとか、あるいは隣にいる人が LGBT の当事者かもしれないので発言する時には気をつけるように、そういう点で気をつけて発言するようにというのを隣で聞いてたりして、こんなに上司ので当事者でもない人が一生懸命やってくれてるのに、当事者の私が黙っているっていうのは非常に申し訳ないなということで、初めはこういう大きなことになるとは全く思ってなくて、そういう力を入れてくれる職場の上司にですね、自分が当事者が身近にいるんですよというのを知ってほしいということでカムアウトしました。はい、
私も割と今の会社でも前の会社でも当事者で言ってない人って結構知ってるんですよね。でもやっぱりこう言うことに対して言ったことに対してマイナスなものがあるんじゃないかっていう不安がすごく感じてなかなかできないっていうふうに聞いて、彼らはやっぱりこうカミングアウトすることを選ばない方が多いかなというふうに私の経験から思うんですけど、やっぱり藤田先生というですね上司の存在というのが大きかったっていうところなんですね。そうですね、非常にまあそもそも安心感っていうのはありまして、うん、このまあ会社この部署でカミングアウトしてもその変なことが起こることはまずないだろうというのは確信してました。まあ逆にそういうのがないとなかなかカミングアウトができないんだと思います。じゃあ藤田先生に質問なんですけれど、まず先ほど稲葉先生がおっしゃったようにカミングアウトする前からこう LGBT に対する理解をこう自分から増やしていこうとか勉強会に参加をしようとかいうようなこう行動があったと思うんですけれど、どういうきっかけでそういう、こう LGBT の理解を深めようと思われたんですか？実は自分としてはあまり特別なことをしていたという記憶はなくて、ちょっと誇張しすぎ要するに会社で研修があります。管理職研修があります。それに参加します。で研修の講師が今日話した内容あるいは聞いた内容を皆さんの部下とかと共有してくださいって言われたので、多分参加者によってはそれを真面目にやらない人がいたと思うんですけど、まあ、私はその話が非常に響いたっていう部分と大事だなと思ったのと、あと部員の他の人たちにもそのような研修を受けてもらいたいというような気持ちからこういろいろと話をしていたっていう部分があったんですね。あとまあそういうような中でやっぱりだんだん社会が変わっていった。彼がだから僕2009年になってそういった研修がこう本格化しだしたのは2012年ぐらいですかね。でそういうのを出て社会が少しずつ変化していく中で、まあ、そういう関連イベントとかそういう人に出会ったりするんで、まあ、じゃあそれをその会社のイベントにできないかとかそういうことを考えるようになって、ただ何かものすごい大きなハードルがあったわけではなく、身近にできることはないかということでそれをまあ地道にやっていたっていう感じで、稲葉が当事者だってことは全く分からなかったんで、まあ、隣に座っていたりする時もあったんですけども、そういう意識があったわけではなくて、まあ、そういった意味では会社の研修で進められて、まあ、さっきも東さんおっしゃった行動ということを、まあ、単に部員に話すということだけだったんですけど、あと少しずついろんなイベントが起きてきたんで、そういうイベントがあれば何かそれを会社に持ってこれないかなみたいなことを考え出したというような感じです。実際にこう私も管理職研修とか役員研修って自分の会社だけではなく他の会社でもやることがあるんですけど、全員が全員多分藤田先生みたいに行動に移してくれるわけでは実際にはやっぱりないんですよね。で行動に移さないそういった上司管理職、まあ、役員とご自身がなぜこの行動を移したか、何が違うと思われますか？すぐ難しいと思っちゃった。昔からガリペンだったんで先生に言われたことは大抵いつもやってたってところはあるんですけど、ただやっぱり何かあったと思います。稲葉さんがカミングアウトした後の自分の行動も自分から説明できないような何かに押されてるような感じがしてるんですね。だからあの時も今振り返ってみて、多分例えば他のトピックで何か会社で研修受けてて同じようにやってたかというと多分やってないと思うので、それはちょっと説明がしづらいんですけども、何か大切なものを感じたのかもしれません。ありがとうございます。で稲葉先生はその実際にカミングアウトをされて、どういうふうにカミングアウトをしたのかということと、カミングアウトをする前と後でどのようにこう働く意識というものは変わったんですか？はい、まあ、カミングアウトだからしようとはずっと思ってたんです、まあ、しばらく思ってたんで、こんなに一生懸命やってくれるしということで、まあ、カミングアウトするのはそうは言っても人生で初めての経験ですから緊張しましたというか、まずどうきっかけとかが必要だったんですけれども、ちょうど2015年の5月っていうのはそういうきっかけがいろいろ偶然のが5つか6つぐらい重なって、これは絶対この5月にカミングアウトせいという神の啓示かなということで、カミングアウトしたんですが、カミングアウトしたのは通常 まあ、上司ですから、上司と部下と のキャッチアップの機会っていうのが定期的にありまして、そこで、まあ、普通のキャッチアップが終わった後で、実はちょっとお話がもう一つあるんですっていうことでカミングアウトしました。で、まあ、前後 の
まあ、変化っていうんですかね、変化は、まあ、多分客観的に見て藤田の方からお話した方がいいと思うんですけど、なんていうか隠してる時はやっぱ隠すことにかなり力を入れるというか、そういうことがなくなったので、煩わしさがなくなったっていうんですけど、まあ仕事の方によりフォーカスできるようになったということがあります。例えば隠してた時は、まあ、これはちょっと職場ではないんですけども、職場六本木ヒルズにあった六本木ヒルズで映画館もあるんですけれども、そこで、まあ、彼氏と一緒に映画を見てたら、たまたま職場の人が、まあ職場の近くの映画館を使ったのが悪かったんですけれども、いて、そのことはずっと、まあ、なんていうか、一緒に職その人とも一緒に仕事をすることが多かったので、なかなか、まあ、自分としては気まずい関係になった、なんか見られたかなみたいなとかですね、あるいはこれは多分職場の周りの人はもう多分まず気づいてないと思うんですけども、ルクセンブルグの総理大臣で、今でも一緒だそうだと思いますけども、2015年に同性婚をしたんですね、まあ、ゲイの当事者で、ルクセンブルグが同性婚を認められて、まあ、まずその彼が推進して認められたんですけども、同性婚をしたっていうこと、あ、すごい、こんな国の総理大臣が同性婚してるんだと思って、動画ニュースを、まあまあ、見ようとしたというか、ヤフーニュースかなんか見たらそれが出てたんで、クリックしてそのニュースを読もうとしたんですね。お昼休み勤務中じゃない見ようとして、単に別にそれが動画ニュースだって知らないで、普通に文字を読もうと思ってクリックしたら、動画ニュースでたまたま音声がオンになってて、すごくなんかしかも大きな音で大音量で、同性婚をしたルクセンブルグの総理大臣がとかって、そういう風に出ちゃって、でも隣にも人がいるし、周りにも人がいるし、あ、これなんでこいつルクセンブルグのその同性婚のニュース見てるんだって思われたかなと思って、その日はなかなか仕事が手につかなかったりしたんですけど、まあそういうのがなくなったっていうのがちっちゃいところですけれどもあります。藤田先生はそのカミングアウトした後の稲葉先生の、例えばこう職場での感覚はどう変わりますか？非常に身近な部分から、非常にこの本人の能力というか、まあ、業績評価というか、非常に大きく変化していて、まず一番身近なところはやっぱり隠さなくていいということから、会社の飲み会とかにより積極的に参加して自分のことを話すようになった。これは非常に大きな変化 でそれは非常にその小さな変化なんだけど、会社の中でのチームワークとか、そういう方にとって極めて重要な変化、それでよってこういろんな人と食事したり飲みに行くようになって、かなり客観的に見てチームワークが円滑化し、お互いに助け合う関係というものが増えたような気がします。それから我々会社としては毎年1回360度評価といって、10人ぐらいの人に本人の評価してもらうんですね。非常にこう強みと、まあ、ちょっとこう頑張って良くしてもらいたい部分と、でそのいつも頑張って良くしてもらいたい部分に、リーダーシップが発揮をもっとしてほしいと、まあ、法務部の中でも、まあ、入社以来でもう13年でベテランの社員だったわけですから、法務部員だったから、まあ、法務としてですね、単に法律上の問題に応えるだけではなくて、いろんなプロジェクトを部門を超えてリードしていくというようなところをすごく期待されていて、で周囲にも期待されてたんですけど、何かが彼をホールドバックしてるような感じがあって、で毎年毎年口酸っぱく、いや A さんも B さんも C さんもみんな君のことをすごく評価してるんだけど、でもこうやはり受け身であって、そのこういろんなこうみんながこうなんていうんですか、事態がちょっとブロックになった時にそれを引っ張っていく力とか本来あるはずなのにやっていないということで、いろいろそういう話をしていました。それがですね、変化したんですね、確実に。でそれはそのいきなりパッと花開いたわけではなくて、6ヶ月後に例えば 100% だって 130% でも今の2年後3年後っていう立場くると多分 200% で、彼は今LGBT のネットワークの共同代表もしているんですけど、そういった部分の活動とか、まあ、あとラン、今やってるランの活動っていう意味では多分 300% 人前で話すなんてことを全然しない人だったんですよね、本当に。なので本当に変化しました。ありがとうございます。はい。はい、すいません、ありがとうございます。
今藤田先生と稲葉先生のいろいろな具体的な自身の経験も含めてお話をいただいた中で、いくつかこの皆さんから、皆さんからもやはり具体的ないろいろな質問も来ておりますので、少しそこも織り交ぜながら追加で質問させていただきたいと思うんですが、今そのカミングアウトに関連する話があった中で、例えばこれもちろん東さんにもお答えいただければと思うんですが、カミングアウトをするということと、やはりその表裏一体の関係としてのアウティングの問題に対して企業がどういうふうに取り組んでいるのか、特に法務部としては例えば個人情報保護との関係であるとか、そういったところでは何か具体的な取り組みはありますかというご質問が来ております。会社としての取り組みということをものすごく意識してということではちょっと今ご説明できないんですけど、おそらく会社の中でおそらく共通の考え方というのは、性自認や性的指向に関する情報は本人のセンシティブな情報であって、その情報を開示するのかしないのか、どこまで開示するのか、どういう人に見てもらいたいのか見てもらいたくないのかっていうのは、あくまで本人が決定権がある情報であって、個人情報保護法でも要するに生命の危険とかそういうことがある場合には例外的にっていう事態はあると思いますけれども、基本はそういった考え方で運用していると思います。意識的に議論したことがないのと、そういうことが問題になったことは私は知る限りないのであれなんですけど、そういうような考え方であると思います。東先生が出していた人権規定との関係とかっていかがでしょうか。人権規定の中で明確に定めているというよりは、やっぱりこれ人事上のデータの管理のプロセスのところだと思うんですね。で、私は日系の企業と外資系の企業両方とも経験しているので、すごくそこのところ比較で分かるんですけれど、外資系の企業というのはやはり社員のこの個人の情報というのが上司であっても漏れない状態になってるんですね。なので、例えば多分藤田先生は稲葉先生のご両親がもう仕事が何をしているかであるとか、マリタルステータスって婚姻の状況であるとか、それこそ性別であるとかって多分見ることってないと思うんですよ。ところが日系企業ってこれって管理者として、管理をしなければいけない重要な問題だということで、実はシステムにこうアクセスを持っていて全て開示されてる状態になってるんですね。でそうなると、例えば戸籍の性別と、見かけの性別が違うっていう状態になった時に、自分が言わなかった、もう自分がこの自分が望む性別で働いていたとしても移動するために上司に性別が分かってしまうという状況にもなってしまいます。でこれは前職でも今回の会社でもそうなんですけれど、いろんな取り組みとしては通称制っていうこの仕組みというのを取り入れている企業が少しずつ増えてきまして、本人の希望する名前を使うということはいろんな企業でやってますよね。ただ性別に関しても通称制、要するに会社の中でどちらの性別を開示するかというところを変えられるようにということができるようにしている企業も増えてきています。本来はこういう性別の問題自体を開示する必要はないっていうところに行ってほしいんですけれど、そうなるとかなりのシステム改修が必要であったり、またはやはり日本の法律上こう戸籍の性別ということが必要になるものってすごく多い。多分弁護士の証明であるとか、私も金融の時はそういう証明書っていうところに必ず性別って入ってしまっているので、法律上こうなかなか難しいんですけど、あくまでもそういう会社の中で使われる性別っていうものを自分の本人の意思に応じて使えるようにするっていうことはできるかなというふうに思います。ありがとうございます。その外資系とやはり日系企業、そこで きれいに区分けできるものではないかもしれないんですが、やはり少し取り組みの仕方の違いがあるというところでご指摘をいただいたんですが、関連して一つ質問として、地方はどうなのかというところですね。地方にいると、なかなかそういった雰囲気っていうのはどうしても都会の雰囲気であったりとか、それこそ外資の雰囲気になってしまっていて、結局は戻りたくても戻れないというような状況があると思うんだけれども、これに対して何か示唆するような、内容とかあれば具体的に、教えていただきたいという内容です。はい、
これは実際すごく難しいと思います。私もいろんな地方にお伺いしてお話をしたりお話を聞いたりする機会があって、やっぱりその社会的な理解っていうのが、都心に比べて少しちょっと遅れてるのかなっていうような時期もあると思うんですね。でただ企業という立場にとって言いますと全く変わらないはずなんですね。例えば何かしら LGBT の当事者の人が人権侵害を受けてしまって、それに対して何かしら会社に訴え出た時のリスクっていうのは都心であろうが地方であろうが関係ないと思うんですね。なので地方の企業に対してそういった必要性、例えばパレードとかが行われてなくてなかなか理解が進んでないっていう場合であれば、どちらかというとリスクについてその従業の上のトップの方ですね、トップ層にまたは法務部担当者人事担当者に対して訴え出るっていうことは一つあるのかなと。これをやらないことによってどういうようなネガティブなことが起こり得るのかっていうのは、これは一つ大きな武器の一つかなというふうに思います。当事者の人と話をしているとそういうことを言うことによって何かしらその LGBT 当事者が面倒なものであるっていう、ね、意識を植え付けたくないっていうのはあるかと思うんですが、そこら辺 の説得は新井の方に任せていただいてですね、新井の人間がそういったいろんな事実、国内外のそういった訴訟であるとか問題というのの事実をきちっと集めて、ちゃんとその人事担当者法務担当者に訴え出ることによって、もうこれは今取り組まなければいけない問題だという意識づけをするということは、これは都心であろうが地方であろうができることかなというふうに思います。藤田先生、何かこの点についてはいかがでしょうか。それぞれ地方とか企業の実情があると思うんですけども、私どもというかランでやろうとしていることは、究極的には要するに無知無理解をどうやって解消するか、でその相手によってアプローチが違うのかなということがありまして、そういった意味では今手探り状態ではあります。ただ一つできるなと思っていて、今日も会場に来ていらっしゃると思うんですけど、ある団体さんがいろんな企業の説明会をやる中で、今日もまた別に会場にいらっしゃってると思うんですけど、石橋先生という弁護士さんと組んで企業向けに今日したようなリスク管理の話をどん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 展開していくとかですね、あと企業向けの研修を我々もさせていただくことがありまして、そういう中にそういう話を盛り込んでいる。またできればその企業からそういう研修申し込みがあったときに、本店だけじゃなくて支店でもやらせてくれと、自分行くからというような話をしたりとか、そういう形で少しずつそのこう対話の場に引きずり出すしかないと思うんですよね。で実際対話をしてみるとものすごく理解が進む人っていて、でその人がまたコアとなって動かしていく、この動きいろんなこの点、社会運動というのか分かりませんけれども、動きってやっぱりそのある人がそういう何らかのきっかけでそういう行動をしたいと思う、それがどん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 周りに伝播していって、コアとなる人がどんどん増えていくことによってなんか変わっていくんじゃないかなという、そういうような実感を今持ってます。ありがとうございます。今の藤田先生がお話になった実感がまさしく平賀先生の洗いが増えていくと職場の環境も変わっていくんじゃないかというような結論として一つの研究結果として出たというのは素晴らしいことだと思います。でそれに関連する部分でちょっと違う視点なんですけれども、LGBT 当事者の勤労意欲についてのデータが示されていたんですけれども、逆にその非 LGBT 当事者の労働意欲に対してこのアライが増えるということについての何かその相関関係を示したような研究結果というのはございますかという質問があります。はい、先ほどですねご紹介させていただいたアライが存在する職場といない職場、存在する職場としない職場ですねと LGBT 当事者の勤続意欲の関係があると思うんですけれど、実は論文の中ではですね、これ非当事者に関しても同様の分析をしております。で単にですね相関関係というかクロス表を取るとやはり同じように LGBT 当事者ない、非当事者ですねの勤続意欲も上がるように見えるんですが、実は
統計上の分析ではですね、ここのところは優位な関係って出なかったんですね。で特に、その、もう一つ、いろんな要因に対して、金属意欲にどのぐらい影響があるのかというような表もあったと思うんですけれど、そこに関してもですね、非当事者に対してやってみたんですが、アライに関してはやっぱりここ優位には出ていないです。でなんでかなと思っていろいろ調査をし分析してみたんですけど、やはり非当事者に関しては金属意欲に対する影響っていろんな要素が他にあるんですね。例えば年収であるとか、その人の教育のレベルであるとか、または正社員かどうかとか労働時間がどうかとか、そういったものがですねすごく影響が強く出てきてしまっているので、まあアライの存在があるからといって非当事者の金属意欲というのは上がらないというような結果が出ています。ただし面白いのが LGBT 当事者に対する、差別的な言動というのは非当事者の金属意欲をこれ優位に下げています。で結構大きな数字で下げてるんですね。でやはりこの LGBT に対する差別っていうのはもう極限で言うと男女のこの二元論に対する差別にすごく密接に関わっていると思います。ですので例えば LGBT に対する差別が強い企業職場っていうのはやはりこの男女に対する差別の意識というのも強いというような関係性が考えられるので、これはですね差別的な言動を是正するという意味においては LGBT だけではなくっていわゆるその性別っていう考え方全体に対して差別を是正する施策を入れるということが当事者非当事者の金属意欲をこう向上させるためには有効ではないかなというふうに論文の中では書かせていただいています。ありがとうございます。まあ、継続欲についてはその非当事者、はい、ぜひご経験を、はい、経験ではない、まあ、統計ではないんですけれども、まあ、こういう活動をする中で LGBT の当事者とその上司が取り組んでいるってことでいろんなメディアとかで取り上げていただいたこともあるんですけども、その中で同僚の私の同僚の法務部員が一緒に出てくれて、言ってくれた言葉が非常に印象に残ってて、その NHK だったんですけど、 NHK で放送された時もその女性の、まあ、アナウンサーの方が非常に共感されてた言葉があって、それは LGBT に対して非常に取り組んでいる企業っていうのは他のマイノリティの人にとっても非常に取り組んで働きやすい職場を提供してくれるんじゃないかと思うって言ってます。その人は人は誰でも、なんだろう、切り口を変えてみるとマイノリティなんですよ。じゃあ LGBT の人もいればそうでない人もいるし、女性で子供のいる人もいればそうでない人もいるし、まあ、外資系我々のような企業であれば英語が上手い人もいれば英語がそうねほど上手くない人もいるということで、まあ、マイノリティとかあるいはその弱者に対する配慮っていうのが、まあ、LGBT に配慮している企業についてはそういうのがそれ以外のマイノリティにしても配慮してくれているというふうに思うというのもありまして、もう一つ共有させていただきたいのが、まあ、ゴールドマン・サックスでは毎年LGBT、まあ、就活生に対して当社の LGBT の取り組みを説明するっていう会を3月ぐらいに毎年やってまして、結構というかまず女性が非常に多いんですね。でアライの女性当事者じゃない女性の方もいっぱいいらっしゃるんですけども、まあ、その方々が大体行く同音におっしゃるのが女性推進っていうのは今どの会社でもやっててない会社ってそれやってない日本の会社はありませんと。で本当に女性を先ほどの東さんのお話にもありましたけども女性を大切にしてくれる女性推進を本当に推進しているところは LGBT の施策をちゃんとやっているところなのでその何ていうか指標になるから聞きに来たんですとおっしゃる方が多いです。ありがとうございます。で今こういったその具体的に、まあ、アライと当事者という話であったりとかそういったその企業 の調査の中でも出てきた中で東先生 のデータの中でもやはり出てきました トイレの話ですね。ここは一つ、触れさせていただきたいと思うんですが性自認に応じてトイレに入れるようにしたというお話があってやはりそこに対してそのどうしても違和感を覚えたりとかどうしてもその拒否感を持っている人に対しては、まあ、社内の研修をもう一回するというような話もあったんですがそういったところを具体的に進めていくためにはどういったポイントに注意をしていけばいいのかということあるいはもう一つのトイレに関連して言うとそもそもこういったその性自認とかトランスジェンダーの問題をトイレの問題としてしてしまうこと自体に問題があるという意見が
がいくつかの自治体の例で出てきてはいるんだけれども、それに対してはどう考えるべきかというご意見もいただいております。これいかがでしょうか。そうですね、トランスジェンダーの問題イコールトイレの問題では絶対的にないと思うんです。ただやはり毎日通会使う、しかもかなりプライバシーが高いエリアですごくセンシティブな場所でもあるので、すごく問題になりやすいということは事実かなと思います。実際に企業で担当していて、いろんな他社さんからですね相談を受けるのも、やはりLGBT の中でもトランスジェンダーの一周というのがもうここ数年すごく多くて、その中で一番多いのがやっぱりトイレの問題、もしくはお客様に対峙する時のその服装ですね、性表現をどうするかっていったところの問題がすごく多いと思います。で個人的にはですね、先ほども資料には書いてなかったんですが、口頭に申し上げましたが、基本的に性別に応じたですね、性自認ですね、ご自身がどちらのトイレを使いたいかっていうのに応じた使用を許可するような方針を作るというのが企業の中では私は一番いいと思うんですね。ただ何人かのトランスジェンダーの方にお伺いしていると、やっぱりそうは言ってもちょっとこう入ってしまうとびっくりされてしまったり、自分自身が嫌だというので誰でもトイレという形で、性別を問わないトイレの設置、もしくはそういった使用というのを認めてほしい、認めてっていうか使ってもいいんですけどね、普通にっていうのを聞くこともあります。で会社の中ではこの方針というのをまず明確に打ち出すということがすごく重要だと思うんですね。でなかなかその制度に関して LGBT というと、大体はその同性パートナーの福利厚生制度というのがすごく多いと思うんですけど、私はこのトランスジェンダーの対応ガイドラインというのは全ての企業できちっと明示する、きれい明確にこう掲示をして、ちゃんとイントラネットで誰でも見れるような形で公開をするということがまず第一歩だと思います。その中で会社がどのように考えているかで、個人的にこれも個人的な意見で、私は前職でも今の職でもやってるんですけど、会社として人権規定の中に性的指向、性自認、性表現を差別しないというふうに書いているのであれば、トイレの使用というのは本人の意識に自認に応じて使わせるべきだと思います。でそれに対して違和感もしくは何かクレームを言ってくる人に関しては、明確に会社としてはその人の考え方もしくは行動の方を正すという方に注力をして、本人が使いたいトイレを使えないという状況は絶対に許してはいけないっていうふうに私は明確に思います。でこれをどれだけ人事のダイバーシティの責任者、一応責任者ですけれど、が明確に出せるかどうかなんですよね。ここのところを躊躇してしまって、いやでもなんとなくその性自認に対する考え方もいろいろあるよねとか、多様性ってそのホモフォビアも多様性の一つだよねなんていうような考えを持っていると、ここのこの考え方がブレてしまうんですね。なのでそのこういった知識というのがきちっと人事担当者を持っているということがすごく大事かなと思うこと、もう一つはお客さんですね。社内、そうは言っても社内はできますと、ただお客さんの施設もしくはご自身のオフィスが例えば貸しビルの中にあって、その施設に対するポリシーを自分の会社ではどうすることもできないっていうのもあると思うんですね。でこれは、国連 の, 行動指針がですね、国連側の企業に対する LGBTI の行動指針、行動方針ですよね、を去年 の, 9月10月に出しているんですけど、この中で明確に言ってるのがアドボカシーっていう行動なんですね。これまだここまでやっている企業ってなかなかいないと思います。お二人はもう完全にそれ体現されていると思うんですけど、アドボカシーっていうのは自分たちがこの会社の中でやっている方針っていうのを対外的にこうやって公表していくことです。で公表していくことと、それから社会に対する理解を促進するために会社が動くっていうことがちゃんと国連の中の行動の一つに含まれているんですね。なので例えばこういうトイレをこういうふうにやっているということを、例えばそのビルの管理会社のところにきちっと説明をするということを会社が責任を持ってできるかどうか、もしくは会社で例えばお客様に対峙をさせるような仕事の時にその姿勢をお客様に対してどれだけ出せるかどうかっていうのは国際社会の中ではもう明確に提示をされているところなので、少しずつ日本の中でも出てくるかなと思います。またこれ外資系の企業なんで日系まだまだと思われる方がもあるかもしれないんですけど、いくつかの外資系の企業の中では
取引先となる企業に対してアンケートを送ってるんですね。その中には例えば女性の活躍推進どこまで進んでますか、障害者雇用どうなってますか、性的指向性自認というのがポリシーに入ってますか、入ってるだけではなくて研修どこまでやってますかっていう質問がきちっとあって、それをきちっと答えてからそこを取引先として認めるっていう、これ調達コードですね。これいくつかの企業で進んでいます。去年からなのでまだまだ日系企業に広まるには時間かかるかと思うんですけれど、だんだんとこれ日系企業に対して提示されているものなので、少しずつ進んでくるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。今ちょうどもう一つ聞きたかったその顧客であったりとか周りの対応のこともお答えをいただけましたので、やはりその企業の活動というのはその企業の中だけではなくて外との関わりもあって、その今の調達報道の話もそうですし、例えばその国レベルで言えばその自由貿易協定というのを結ぶときに人権というのを守っていないといけないというような行動の中で、やはり性的指向性自認の問題も最近扱われるようにようやくなってきておりますので、そういったところも考えていくと、やはりそれぞれの皆さんがおっしゃってくださったように、やはりまあ待ったなしの問題でもあるというふうに見ることもできるかと思います。で、最後に少しちょっと時間が超過しておりますが、最後に皆さんにお一言ずつですね、テーマとしては、これから何をすべきかという非常にざっくりしたテーマで、これからその企業の、こういった働き方、職場の作り方、関わり方というものを、変えていくために何をまずやっていくことができるのか、一人一人が何をやっていくことができるのかということについて、それぞれの立場から、ご質問いただければというふうに、思います。はい、それぞれの立場からというのが、私は個人という部分とそれから企業という部分と2つあるんですけれども、企業という立場に関してはやはりこの先ほど申し上げた国連の行動指針ですね、これに基づいたアドボカシーというものを企業ともっと広めていけたらなと思います。例えばお客様のところで LGBT に対してうちも施策をこう始めたいんだよねっていうことを、また弊社の例えば営業マンが聞いてきたときには、その営業の人が、あ、うちの人事担当者がじゃあ研修に行きます、ご説明に行きます、うちの情報をここ共有しますよっていうようなことができたり、または先ほどのような調達行動の中にその LGBT に対して何が揃ってなければいけないのかということをアンケートのこの調査の中に入れるだけでも、いろんなこの意識っていうのが広がっていくはずなんですね。このアドボカシーということをすることによって、例えばこの都心のですね外資系企業または大きな日系企業というものが地方の企業と取引をするときに少しずつこういった理解を広げていくことにもつながると思いますので、企業としてはこのアドボカシーという行動をより進めていけてればなというふうに思います。で、個人的にはですね、私は日々アライとして過ごしているんですけれども、本当にいろんなことをやろうと思っています。例えばこういった論文、ちょっと質問に余ったんで少し質問、はい、修士論文読ませていただくことはできますでしょうか。中央大学の多分ライブラリーに行けばですね、この9月中旬以降かな、呼べるとは思います。あとは一応学会でですね投稿論文に仕立て上げて来年中には投稿しようと思ってますので、またホームページじゃないの、 Facebook なりでですね公開したいと思います。で、私Facebook を通じて、こういった LGBT のニュースであるとか、こういうお知らせ、今日のセミナーもですね、こういったのをこう知らせるっていうことを常に心がけてるんですね。これもし今日この会場の中にアライの方がいらっしゃって、行動どういうことをできたらできるんだろうというふうに思っている方がいらっしゃったら、ぜひ SNS の活用というのをやっていただければと思います。LGBT の方々の中ではものすごくいろんなニュースとか話題というのが回ってるんですけど、なかなかコミュニティの外に出てかないっていうのがすごく残念なんですね。で、私はコミュニティにもつながってますし、そうではない例えば大学院の友人であるとか、企業の友人、要するに非当事者の人たちともつながってますので、そういったところにこうどんどん情報をこう開示することによってですね、あ、こんなことがこの世の中では話されてるんだ、問題になってるんだっていう意識の向上につながると思いますので、それは引き続きやっていきたいと思います。はい、私の立場から、当事者から見てアライに期待するものみたいな感じなんですけど、この2人
ほとんど日本を代表するスーパーアライみたいな感じなんですけれども、この2人の人たちがやってることを真似しようとされてもなかなか難しいと思うんですね。一つこういう研修をやってて気づきがあって面白いなと思ったの、面白いなっていうのは語弊がありますけれども、藤田が先ほど言ってましたけれども、その本当に何ていうか、当事者がここにいるからカムアウトさせようと思って頑張ってやったというより、割と上から言われてやって、そのまま何気なくやって、でその実はそんなに一生懸命やったってことを覚えてなかったというふうにも言ったことが聞いたことがあるんですけれども、そういうふうに、アライとしてはというか、それでただ当事者の私としてはそういうふうに、言って、そういうふうに単に上から言われてやっただけなのかもしれないんですけど、非常に、こう一生懸命やってくれてるとか心に残る、それは両方、最初に私が言ったハラスメントの方も同じで、両方とも何気ないんですけれども、それがハラスメントになったり、そのサポートする言葉であれば、非常に当事者にとってはすごくアライが思っているよりも、その一つ一つの言葉が胸に刺さるというか、そういうことがあります。なのでちっちゃなことでいいんですね。こういうところにたまたま来てこういう話を聞いて、こういうふうに思ったよみたいなことでもいいですし、7.6% っていう数字が出てますけれども、多分当事者もっと多いと思うんですね。なので、10人ぐらいいれば周りにですね、10人ぐらい話をすればそのうちの1人は当事者多分だろうと思います。なのでそういう人に対してですね、そういうアライが周りにいるっていうことが分かるだけでも非常に力強い、心強い感じがしますし、それで非常に、私みたいにカムアウトしてみようかなと思う人も出てくるかもしれないですし、そうすると、はっきり言って私カムアウトした時 こんなに大それたことになるとは思ってなくて、はっきり言って人生が変わったみたいなこともありますので、そういうこともあるかもしれないですし、そういうことにはならなくても非常にその当事者にとっては心強いので、こういうのに見たよとか、あるいはこういう話を聞いたよというのをちょっとでも、皆さん他の人にお伝えいただければと思います。ありがとうございます。じゃあ星田先生お願いします。3年前稲葉がカミングアウトした時、自分に何ができるかって考えました。職場の環境だけが安全であればいいってわけではなくて、やはり本人ともいろいろ話をする中でやっぱり社会が変わっていかなくちゃいけないという気づきを得たんですね。ただ私別に今まで社会変えたことを記憶がなかったし、どうしたらいいかってだいぶ悩んだんです。で最終的にたどり着いたのは、自分がの身近にいるいろんなステークホルダーに働きかけようと思ったんですね。でこのランのそもそもの発足っていうのはそこから始まってるんです。私は今弁護士31年目なんですけども、法務部でもあるので、企業の法務部では取引先の法律事務所に稲葉と一緒に暗議して回りまして、我々にとって LGBT に対する、稲葉のカミングアウトの機会でもあったんですけども、LGBT に対するそのいろんな支援とか施策というのは非常に重要だから一緒に取り組んでほしい。で最初はあまりなんていうんですか、食いつきが良くないという言い方は良くなかったんですけど、みたいな感じだったんですね。でも何度も働きかけていくうちに、このランという組織がどんどん大きくなっていってというのがあります。だからそのでやっぱりポイントは、ですごく感じるのはやっぱり実際に例えば研修をさせていただいて話をすると、この間は上場企業で初めて研修をしたっていう方の、その後の懇親会でその時に出席していた執行役員が非常にこうよく自分としてはストンと理解できて、それでみんなアライになろうっていうような乾杯をされたんですね。でそういうようなこう理解を してもらえるような場を作る必要がある。それは SNS かもしれないし、あるいは今回ビデオで撮られてるので、それをビデオでまた公開して、でまたそれは SNS で拡散したりとか、そういうのをきっかけに企業の人が見てくれて、あじゃ あの我々のところにも研修しに来てくださいとか、そういうところでどんどん広げていきたいというのが私の大きな思いなんですね。そこが今一つ自分としてはこう身近に自分ができることとして感じているので、そういったところを自分が得意とするところ、身近なところからどんどん始めていって、そこが やればやるほど広がっていくっていうのが実感なので、あとはもうとにかく何でもやれることは、やってみるみたいなところもあるので、結構撃沈しているものもいっぱいあるんですけど、一つ良かったなと思ったのは、慶応大学のロースクールが今年春学期初めて LGBT と法と社会という演習をやってくれました。
これも稲葉と一緒に、あともう一人うち の, あの慶応の出身の部下と慶応 の, あの、まあ、駒場先生というおっしゃる方なんですが、あの食事をしに行って、いや実はいろいろやりたいんですけど、もうダメ元でなんかゼミとか持てませんかとか講義とか持たせていただけませんかって言ったら、1週間後にじゃあやりましょうかみたいな感じで始まったんですけど、そういうのもどんどん広げていければいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。それぞれ の, あのお立場でできることをやはり最後に語っていただくと、いろいろな立場でいろいろなことができていくのかなと思います。何気ない行動から、それから具体的に意識した行動、それが小さいものであれ大きいものであれ、それぞれ一人一人がいろんな立場で動いていくことができるのかなというふうに思っております。それでは、時間を超過してしまい申し訳ございませんでした。ここで、パネルの方を閉じさせていただきたいと思います。もう一度3方3人の先生方に大きな拍手を持って本シンポジウムを登壇させていただきたいと思います。最後に少しだけ補足を補足というか情報を共有をさせていただければと思います。実はこの講座を企画した思いについては私以前お話しさせていただいたことがあるんですけれども、基本的には中央大学の方が学問研究の方、そして欄の方で職場や企業、そして法律実務ということを、テーマを交互に出し合いまして1回ごとにやっているという感じがございます。でそういう中で、今回に関しては職場や企業本部ということとご研究をつないでくださるということで、非常にいい会をいただいたというふうに思っております。大学はこう大学から学生が卒業して社会人になっていくというふうによく言って、大学は社会じゃないのかと思うんですけれども、そういうふうに分けずにある種の対話の機会をいろいろ作っていくという意味でこの講座を受け止めていただければと思います。それで質問をいつもたくさんいただいて答えきれない部分があるんですが、少しずつその先の講座に溶け込ませていっている部分などもございますので、そのようにご理解いただければということと、懇親タイムをこの後設けますので、もし自分の質問が、答えてもらえなかったということがありましたら、ぜひ、直接先生方に聞いていただければと思います。そうした点を含めまして、ぜひ、今後の参考にもいたしますので、アンケートに、お答えいただき、ご提出いただければというふうに思っております。最後に、2点、9月はこの講座の関連でも、いくつか企画がございまして、一つは、入り口でチラシをお配りしましたが、サンフランシスコの GLBT 博物館からキュレーターの方をお招きして、コミュニティとアーカイブ、その歴史を記録しておくことというテーマでいろいろお話をいただくオープンフォーラムを企画しており、企画されています。でそれが9月の14日にございますので、ここ後楽園キャンパス5号館で行いますので、ぜひご興味のある方お越しください。またこの講座の、次回また9月の末22日に今度は行政の話で、文京区 の, 取り組みに実際関わってこられた、研究者の方と議員さんにお話をいただく会になっておりますので、これもぜひお越しください。それから本日の資料が少し残部がありますので、もし本日会社などからいらしていて、少し余分に持って帰って、共有したいという方がいらっしゃいましたら、お帰りの際に、持ち帰っていただければと思います。 SNS はこの講座を Facebook を使っているのですが、ツイッターが弱いというのが私の実感ですので、もしツイッターのアカウントをお持ちで、ツイッターなどでもこの講座についてお話しいただけると大変ありがたいかなというふうに思っております。本日は本当にどうもありがとうございました。この後、この部屋の窓側前の方を少しスペースを作らせていただいて、そこで懇親をさせていただければと思いますので、ちょっとその机を動かしますか、ご協力をお願いいたします。それではどうもありがとうございました。